どうも、ひろしです。今日はですね、こちらの方と対談ということでございまして、トークイベントとかで何度かご一緒させていただいてるんですけれども、YouTube では、ね、初めてということでございますので、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。林真澄死刑囚の息子さんの林さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、トークイベントを2回させていただきましたね、はい、最初1回目が上優さんと3人で、その後、まあ、2人でということでお話をさせていただきまして、あとお蔵入りになったやつが1本ありましたね。そうですね。実はその青白王子のチャンネルで最初ゲストで林さんが呼ばれて、その時に僕が青白王子と一緒に質問をするみたいだったんですけど、もろもろの事情によりね、某 YouTuber とかねトラブルとかがあったりとかして、ご迷惑がかけられないということでお蔵入りになってしまったんで、はい、っていうことだったんですけども、その青白王子の時にね、最初にお会いさせていただいて、その時に僕がもっとお話をお伺いしたいなということで、いろいろお声掛けさせていただいて、今日に至ったという感じでございます。はい。ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。玉奥さんのね、動画も、この動画が出てる頃、出てると思うので、そちらも合わせて見ていただければと思うんですが、あとで、外録チャンネルとかでざっくりお話いただいてると思うんで、ご存知の方も多いと思いますが、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。98年1月25日に、和歌山で行われた夏祭り会場で、出たカレーの中に、毒物のヒ素が混入されて、それを食べた方々が亡くなってしまって、その後にその母親が犯人として逮捕されて今に至っているという、まあそのご長男さんということでございます。はい、はい、今おいくつでしたっけ。今年35歳です。87年生まれですか。87です。そうじゃ、私は1個上ということで、はい、ほぼ同世代ということでね、いろいろトークイベントの時も同世代あるあるみたいな感じで、そう、あとは謙信なんですけど、いい意味でも悪い意味でも親がね有名ということで、共通点があったりとかしてお話をさせていただいてね、盛り上がったんですけども、はい、青白王子とのお蔵になっちゃってるやつなんですけど、私がですね、林さん今日お話をお伺いして、はい、すごく印象的だったのが、はい、親に対する考え方みたいなのが真逆っちゃ真逆なんですよ、ね。まあそうですね。僕の場合はもうこのチャンネルをもう見られてる方はもう重々承知と思いますけど、大川隆法なんで早く捕まんねえんだよっていうなんなら僕はもう言葉あれですけど、隆法を死刑にしてくれっていう感じのスタンスなんで、はい、なんですけども、お母様を信じたいっていうのがまあ根本にあって、はい、逆ですよね。どうしてまあこの人はこんなに親を信じられるんだろうっていう、僕はもう最も親を信じてない人間と言っても過言ではないと思うんで、トークイベントの時もね、なんですけれども、うん、親の方が先に亡くなっていくっていうのが順番であって、20年30年経った時にお父さんがそうなった時、お葬式とか行くんですかって聞いた時の答えがすごく面白かったというか、はい、あ、おっぴな考えをお話しされたなと思って、僕なんて言いましたっけ。カメラ持って葬式行きます。ああ、そう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 、動画撮れるんだったら行きますっていう、 そうそうそうそれを一本ね、動画のネタにできるんだったら行くけどっていう話ですね。ちょっとびっくりもして、かなり特殊ですねって言ったら、いや、オタクもねって、お互いに特殊な、ね、ちょっと生き方をしてきたっていう、はい、同世代ってこともあって、割と共通するそういう親の元でっていうところもあって、割と話が弾むことも多かったです。そうですね。玉奥さんのチャンネルで出た話もポケモンの通信ケーブルの話とかもろですからね。そうですね。もう一番わかる世代なんで。ゲーム機とかはポケモンが小学校5年生ぐらいまでダメだったんですよ。ゲームとかも一切禁止だったの で、はい、である日僕塾に行ってたんですけど、何かあった時のために1万円だけ持たされてたんですよ、はい、タクシー代みたいな感じで、はい、通ってた塾が四谷大塚のお茶の水校で、東京の東大進学コースみたいな感じの塾に通ってて、みんなが周りにポケモンやってるわけですよね。で、塾の授業の合間に1時間ぐらい時間があって、はい、お茶の水とちょっと歩いた隣駅の秋葉原っていう駅、はい、まあ、電気街ですね、はい、パソコンの機器とかが売ってる街が隣にあって、ちょっと散歩に行ってみようかなと思って足を伸ばして、で、ポケモンが売ってるわけですよ。ゲームボーイポケットとか初代の、はい、ポケモンの赤と思って、はい、値段見たら確か6000円と3000円とかあったんですよね、はい、9000円、あ、買えるわって思って魔が差してしまって、何かあった時のための1万円を出して、それで買ったんですよね、はい、ゲームボーイポケットのポケモン赤を。それをバレないようにこのズボンのお腹に入れてこうやって歩きながら、その隠して布団とかかぶせて布団の中でやってたんですけど、ある日衣装に見つかりまして、はい、何やってるんですか、ガバーって布団を剥がされてバキーンって目の前に叩き割られて、っていうのが母親に報告が行って、もうヒロシがそんなに言ってるポケモンって何、今そんなに流行ってるものなのかって感じで、はい、母親がポケモンを自分で買ってきてやり始めたんですよ。そしたらハマっちゃって母親が、はいはい、そしたらゲームボーイポケットとポケモンが改めて支給されて、1日30分だったらやっていいわよみたいな感じで、ちょ、あんた通信ゲーム差しなさいみたいな感じで、ゴーストこっちに送って玄関に進化させるわよみたいな、はいはいはい、ハマったわ母親と思って、そっから30分だけやっていいっていう強度がなぜか出て、割と仲がいい時もあったんですか。母親が意外と押したらいける説みたいなのが
って、中学時代にも似たような話があって、携帯を買っちゃいけなくて、はいはいはい、携帯電話を持ってないのがクラスで、僕ともう一人、なんかめっちゃオタクのやつで、はい、お母さんと同じ携帯使ってますみたいな、はい、やつの2人だけだったんですよ。これじゃあ中学生になっても彼女もできないじゃないかって、はい、これひどいと、僕に一生童貞でいろというのかって、鼻に猛抗議したわけですね。最初はうるさいとか言ってたんですけど、はい、一回僕、隠れて買ったんですよ。はい、隠れてその友達に保護者のところ、名前書いてもらって、保険証を盗み出してきて、でそれで au に行って、携帯の契約してきたんですよ。よし、携帯を契約できたっつって、よっしゃ、これで俺も彼女作れるって思ったら、甘かったんですね。はい、翌日にその契約ありがとうございますっていう、はがきが届いて、男性陣に、これどういうことなんですって、1日で解約させられるっていう。それも母親に、なんで広志こんなことしたのって言ったら、そのままじゃ彼女できないじゃないっつって、そう、一生孫が生まれなくてもいいのかみたいなことをガーって言ったら、しょうがないよね、そこまで言うんだったら、一生童貞ってるのも困るから買ってあげるよみたいな感じで、意外と押したらいける説。お父さんはどういうふうに見てたとかってあるんですか？父親は多分そこまで細かいところまでは多分関与しなかった、まあ、テストの点数とかだけあると思うんですけど、はいはいはい、そういうとこは多分母親までしか報告が上がってなかったと思うんで。お父さんも一時期テレビに出演されてたりもしました。あ、そうですね、90年代の初めぐらいはテレビに出てね、それこそ上優さんとかと朝まで生テレビ、はい、生出演したりとかしましたけど、一回その田原総一郎さんっていう方と一対一で生放送で対談みたいなのがあって、はい、YouTube 調べたら出てくるんですけど、はい、それでボコボコに論破されちゃって、それで心折られちゃって、その番組の最後の方とか、いやもうテレビはもうゴリゴリですとか言ってるんですけど、それでちょっとテレビに出る意欲をなくしちゃって、その後一回も結局出ずっていう感じでした。来ないっていう、まあ来ても劉邦本人は出ずに職員さんとか下の人たちが出てくるみたいな感じで、本人はもう論破されるのが怖いんで出なくなっちゃったっていうね、まあ、そういうのもありましたけど。そう思えば90年代って宗教家の方々も地上波に普通に出てるような。そうでしたね、オウム事件の前は、はい、そういうことなんですね。はい、それで同世代トークで、ね、よく盛り上がるんですけども、はい、トークイベントの時とかもお伺いした話なんですけども、はい、どうして自分の親というか信じれる理由っていうのはそれは何でなんですかね。まず母親本人が未だにやっていない否認を続けているっていう、当時からもずっと否認をし続けている姿を鮮明に記憶としてあったり、自分の35年の人生の中で本当に手放しで何の不安もない幸せを感じれた時期っていうのが、やっぱり家族揃って和歌山の町で暮らしてた頃にしかないんですよね。だからその時の楽しかった記憶っていうのはずっと残っていて、このままやっていないっていう母親をちょっとこう見殺しにはできないなっていう思いがあったり、っていうので今の活動につながっていたりすると思うんですけど、施設に入った頃も虐待を受けてあざだらけで入ってくる小さな男の子が必死になってこうお母さんのところに帰りたいっていうんですよね。第三者が見るとここに帰るからあざができるんじゃないのみたいな、なんで帰りたがるのかなとか、大人になって女性が DV を受けているというのにまた彼氏のところに戻っちゃう。ありますね。言葉でどう表現したらいいかわからないんですけれども、切った方が楽に生きれるとか頭では分かってるんですけれども、なかなかそういうところまで行けてないっていう自分がいたりします。まあ、僕は本当に親に直接育てられた経験がないので、あの秘書の人たちが代わる代わる20人30人と交代で育児をやってたので、両親っていう感覚がわからないっていうか、家族っていう感覚がわからない。兄弟もいるんですけど、兄弟も血のつながった家族っていう感覚じゃなくて、幸福の科学の2代目競争っていう座を争うライバルみたいな競争馬みたいな感覚で UFO が育てたので、子供たち5人の中でも誰かが失態をやったりとか成績が下がったりとかすると、あじゃあ後継ぎは誰々するわみたいな感じで、劉邦も家の中に個人事業主を5人雇ってるみたいなっていう感覚で、それぞれに担当の秘書の人がいて、はい、でそれぞれの子供たちの出来栄えによって出世するかどうかが変わるし、出来が悪くなったらその秘書が首切られるしみたいな、そういう世界だったんで、一般的な兄弟っていう感覚全然なくて、心の中の原風景でちっちゃい頃に家族で遊んでて幸せだったみたいなのは本当に僕分からなくて、家族でディズニーランド行ったりとかもしたんですけど、はい、苦痛で苦痛でしょうがなくて、家族だけで行くんじゃないですよ。で秘書の人たちがもうゾロゾロいっぱいついていって、ディズニーランドのミッキーとかがいて、はい、開けてください、今から写真撮りますね、開けてくださいっつって、ほとんど開けてください、今写真撮りますね、はい、じゃあ皆さん笑顔で、はい、321みたいな感じで、もう天皇家の行事みたいな感じ で僕はもうその写真撮るときとかに秘書の人が通行をストップして開けさせてやってるのを見て、もう迷惑かけんなよみたいな感じで、もうあれの人に迷惑かけんなよみたいな感じで、もう嫌で嫌でしょうがなかったんで、家族行事が。お父さんとキャッチボールしたとか、
テニスはありましたね。テニスはあるんです。龍鳳が昔テニス部で、その軽井沢の別荘にテニスコートがあって、そこでテニスのコーチみたいな人がいて、はい、まあ、その信者さんなんですけど、で教えてもらって、練習した後に最後試合みたいなやるんですけど、龍鳳が試合の時にサーブを本気で打つんですよ。はいはい、7歳とか8歳の僕に対してガチでサーブ打つんですよ。キマッキマのとこもバーンっつって、そう、俺取れないだろみたいな感じでドヤ顔してるんですよ。大人げなみたいな、はいはい、もうちょっとラリーを楽しむとか、大人でしかも経験者なんだから覚えないに決まってんじゃん、そんな、はい、でも前のね、職員たちが、ああ総裁先生素晴らしいみたいな、かっこいいですよみたいなさ、子供相手に何本気で言ってんねみたいな、うん、大人げないなと思いながらやってましたけど、やっぱり嫌いなんですか。いや、なんだろう、いや、ひどいなって思って、ひどいな何マジになってんのみたいなそれで、まあ、思春期だとか大人になってから、うん、家族あるあるみたいな会話とか、例えば居酒屋トークとかになった時、僕ってあまり混ざれないんですよ。あ、自分のことを隠しちゃうんで、うんうん、そういった時どうするとかって。僕はもう全然、トマクさんのチャンネルでも言いましたけど、最初からもう全部言っちゃうんで、この人とは別にこの後そんな合わないだろうなみたいな、はいはい、まあ、人に出しては言わなかったりとかもしますけど、はい、もう最初から YouTube やってないみたいな感じで、まあ、YouTube やってない頃とかも経歴とか聞かれたりとかしたら、最初に全部喋っちゃうんで、まあ、それでなんかもう関わりたくないって思う人は別に会わなくていいしみたいな。実際そういう人もいました。やっぱり聞く人は聞きますね。ああ、そうです、うん、でもまあやっぱり高校が当たったので、高校ガチャに当たったっていうのが多くて、やっぱり青学に行って、そこでみんなが受け入れてくれたので、中学までとかも本当に犯罪者の息子みたいな扱いを受けてきたんで、それこそポイズンってあだ名がつけられちゃって言いましたけど、僕中学の時龍鳳って呼ばれてたんで、そうですそうです、ヒロシじゃなくて、あのおい龍鳳って言って、いや親父だそれって思いながら、ずっと龍ちゃんとか龍鳳とか言われてたんで、幼少期の頃はおろす練習をして、いた子もそうですね、やりましたね。あ、そうです。まあ、それはでも意外と大学生になってからとかで、はい、もういきなりある一つね、龍鳳に、ヒロシ、お前今から空海の霊言やれって言われて、空海空海、なんで空海だったのかは分かんないですけど、はい、そう、収録しててカメラ回ってる状態で、はい、目の前に100人200人職員さんとかがいる前で、いきなりもう、え、分かりましたみたいな感じで、空海ですみたいなやったら、うん、入ってますねみたいな、あ、これでいいんだみたいな感じで、まあね、もう空海の手でずっと喋るんですけど、はい、そんなこともあったりとか、改めて聞くと、やっぱ特殊特殊なんですけど、お互い特殊だから、お互い、ね、多分第三者がツッコミ入れないようにつかなくなっちゃうんですけど、そういう環境が当たり前で過ごしてきたんで、うん、人に言うとかってすると自分の生活の異常さがなんか際立って嫌だったんですけど、うん、ヒロさんに喋ったらお互いそういうエピソードがあるんで、うん、似たような人いて、あ、ちょっと結構賃貸借りれないですよね、賃貸借りれないクリタ作れないですよねとかありますよね、やっぱりなかなか。まあでもだんだんそういう多様化というか時代も進んできて、うん、受け入れられるようにもなってきてはいます。そうですね。最初にそのメディア、はい、YouTube とか取材とか受け始めた一番最初っていつぐらいだったんですか。一番最初は僕22歳の時に、はい、実はなくて、あ、なるほど、はい、うんうん、で林さんカメラに向かって右拳でもっとレンズ睨んでくださいあ、言ってましたねこれ何をさせられてるっていうのが初めてですね。あ、そこから数年後、父親が取材を受けている横でこうやって見てたら、うん、息子さん一回出てみませんかっていうのが地上波の番組で、そこからほとんどが地上波でした。あ、で本当は冤罪の可能性があるだとか、うん、本人はまだやっていないと言っているとかっていうのを伝えるために出ようと思ったんですけれども、うん、苦悩だとか生活苦みたいなと、いじめられたエピソードだとか、そういう犯罪加害者家族の苦悩みたいなテーマばっかりが続いて、で冤罪の可能性なんて触れてくれる地上波は全然なかったんですよね。でネット番組はまた別で、冤罪の可能性とか、うん、生放送で全部喋ってくださいって言ってもらえたり、 YouTube っていうのもだんだん YouTuber の人からも依頼を受けるようになって、はい、最初の YouTuber の人がよくチャンネルかもですね、うん、そこからいろんな YouTube の方々から依頼を送るっていうのがあります。外録最初に出たって何年前ぐらいでしたっけ。去年か、2021ですね。うん、僕もそこぐらいで拝見させていただいた、はい、僕もそれで知ってっていう感じなんですけども、出始めてからやっぱ風向きがだいぶ変わったみたいな感じがありますか。そうですね、やっぱり地上波では扱ってもらえていなかった部分の話も全部話させてもらえて、ほとんど編集もなく話せたので、ツイッターもやってるんですけども、ツイッターの DM でも、こういう内容だっていうのを知らなかった
ていう意見が届きました。そうですよね。私も、まあ、YouTube 見させていただくまでは玉奥さんのチャンネルで言いましたが、お母様が放置で水撒いてる、その印象しかなかったので、はい、この事件って本当はこういう話だったんだって、はい、それで初めて知れたっていう感じだったので、効果はすごい大きかったかな。そうですね、うん、メディアの問題だったり、うん、司法の在り方だったりっていうのを改めて考えてもらえるきっかけにはなったのかなと、はい、ちょっと実感を持った部分があります、うん、そうですね。ちょっとこれが今ちょ近々の話なんですけども、まあ、センシティブな話題なのかもしれないですけど、週刊誌とトラブルになられてましたよね、はい、そうですね。外録チャンネルでメディアのひどい人がいたっていうような発言をしたら警告文みたいなものが届いて、うん、削除しないと法的措置がこう通ずるぞみたいなのがつかせてきたっていうような内容があって、うん、事実であったとしても、うん、拡散させる行為自体が名誉毀損に当たる。なるほど。僕はでも出演者であってネット記事の取材を受ける側であって、うん、拡散させるのは配信元に当たると、うん、警告文を送るんだったとしたら配信してる元に送るのが普通なんじゃないかっていうアドバイスを受けたりもしました。三谷さんのとこにもその話が行ったと。は行ってない。行ってないんですね。そうです。林さんにだけ来たんです。そうです。それはおかしな話ですよね、はい、弁護士の先生と相談したら、これをもし記者さんが裁判にしたとして、死刑囚の子供に取材をして、その裏話をどこかで話されたと、それで訴訟を起こすと、これが社会にどう映るかっていうのを、ちょっと考えてないんじゃないかなとか、っていう話はしてたりしました。ケースとしては、僕がその文芸春秋さんから本を出させていただいてるんですけど、はい、まあ、それも訴えられてるんですけど、違法から、はい。それもやっぱり連名で入ってるんですけど、あくまで文春さんが主体なんで、僕は多分嫌がらせで名前入れられてるだけなんで、やっぱり訴えるとしたら文春さん、まあ、今回訴えるとしたら三谷さんになるはずだと思うんですよね。でも林さんにだけ言ってきたってことは、圧力かけたらワンチャン消すんじゃないかみたいな。そうですね。多分そういう揺さぶりをかけてきてるのかなってやっぱり思いますね。はい、なんていうか、死刑事案を担当している弁護士さんに、うん、今から名誉毀損の相談をするのすごく申し訳なさというか、うん、そのスケールが違いすぎて、だから個人的に弁護士の先生に相談をしたりしました。おそらく今お伺いした話だと、はい、脅しに近いというか、まあ、スラップ的な内容なのかな、うん、それやったら、もしビビって消してくれたらいいよねぐらいの感じで、そんなにまあカチンコで争ってくるってことは そこまではしないんじゃないのかなっていう気は、まあ、様子を見るっていう感じで、うん、そうですね、うん、でもこういう活動をしてるとこういうケースも出てくるんだなっていうのはちょっとこう自覚したというか、うん、そうですね。やっぱりその再生数とかすごく多いからっていうのもあるかもしれないですね。拡散力、そうですね。事実であっても名誉毀損になる場合があるので、はい、社会的評価が下がったみたいな、はい、私も幸福の科学にいろいろ訴えられてる件で、再生数が多いっていうのが一個ポイントになってるところで、本当だったとしてもこれだけ拡散されてるよねみたいなっていうので、なんかいろいろ訴えてきてるところもあるので、まあでも事実ですからね、それを事実ではありませんでしたということはなくて、それはもうできないわけなんで、それは仮に結果がどうなことを、まあ、本当のことを言い続けるしかないかなと僕は思って、先日動画でおっしゃってましたね、はい、うん、なんでバリバリ最高裁まで戦おうと思ってるんで、もうそれは戦いましょう、うん、お互いあれですね。そうですね、裁判事実そう、裁判まみれの裁判まみれこういうのとかも多分一般的な人からしたら大丈夫かこいつらみたいな感じなんでしょう、なんでしょう、でもね、なりますよね、全然そうですね、うん、異常かもわかんないですね歩く不謹慎みたいな、歩く不謹慎、歩く不謹慎で、そう、あとトークイベントの時にお伺いして、いろんなところで出しづらい話だと思うんですけど、はい、すごく気になったのが、はい、真犯人こいつじゃねえみたいな疑わしき人がいるみたいな話もありましたけど、はい、そうですね、やっぱり当時から林家の中でも、当時取材してたマスコミの方も、うん、あそこの家じゃないっていう方がいるのは事実なんですよね、うん、今でもそう話す人もいる、地域住民の方もいたり、うんうん、ただそれを伝えるにはそれなりにやっぱ根拠もいいますし、ジャーナリストの方がちらっと出したことはあるみたいなんですけども、うん、そういう真犯人めいた話もありますね、うん、はい、園部地区でしたっけ、その、そうですね、だから他にも事件が起きたんですよね、そのちょっと前から。そうですね、新聞配達をしていた女子高生が首を切られて亡くなっていたとか、うん、その女子高生林さんなんですよね、たまたま、たまたまです。あ、治安はちょっと悪かったというか、まあ、そうですね、今住んでる方に失礼になるかもわからないですけど、当時はあまりいい方ではないかもわかります、ね、なるほどですね、はい、これももう本当に証拠がない話なんで言ってもしょうがないかもしれないですけど、いろいろお伺いした情報とかを総合するとやっぱり引っかかるのが、お金持ってたわけじゃないですか、そうですね、お金持ってて
険金詐欺の事件もまだ明るみに出てなかったわけですよ、ね、出てない。その状況であんな事件を起こしちゃったら、おそらくなんですけど、まあ、お父さんもお母さんお金が一番大事だったのかなと思ってて、はい、それを失うようなことを果たしてするのだろうかっていう人間の単純な損得勘定か心理として、人間鑑定も正常なんですよ。あ、犯罪学的に言うと、うん、全く別の人格、無差別殺人と保険金詐欺、計画的な知能犯なので、うん、それをやっぱり一人の人間がやったってなってるんで、うん、保険金詐欺をやるような人間だから無差別殺人もやるだろうっていう当時の報道とかこの論調なんですけど、うん、いや、それは全く真逆の性質を持った犯罪であって、うんうん、そうですね、やっぱご自身の体を傷つけてまでしてお金が欲しいわけだったから、お金を失うようなことを果たしてするのかなっていうのはちょっと疑問ですよね、それは。単純に母親が一人で主犯で詐欺を企てるという判決になってるんですけれども、一般的に考えて4人の子育てをしながら数億円、男たちを騙して数億円の詐欺を一人で企てたっていうのは無理があるんじゃないかなという差を感じる部分はあります。やっぱりそのね、これは外録で見させていただいたんですけど、はい、検察側のプライドっていうか、はい、一回その判断しちゃったものを覆したくないみたいな、そうですね、そういうのがやっぱあるんでしょうね、きっと。そういう警察沙汰みたいな経験はないんですか？警察沙汰はないですね。航空の科学から訴えられてるのとかも全部民事なので、国家権力っていうのはやっぱその気になっちゃえば押せるみたいなところはありますけど、今の時代 YouTube とかができたから長い手段がやっと出てきたかなぐらいの感じです、ね、署名なんかでも何万件と集まったら動いてくれたりする時代にもなってきて、今のね、統一教会の解散命令とかもそうですけど、これもトークイベントではお伺いした話なんですけども、はい、他のご兄弟の方々が自分の家庭の幸せを今求めるお母様を助けるというよりは自分の人生を取りたいとお伺いしたんですけども、林さんご自身は今後、まあ、お母様の事件まで解決するしないあると思うんですけど、はい、ご自身の幸せというか、一回ご結婚の話がなくなってしまったっていうのがあったんですけど、それは前お伺いした時は今後は独身を貫きたいみたいな話をおっしゃってたと思うんですけど、それって今でも変わってないですか？今でも相手方に迷惑かけないっていうすごいですね。ただなんていうか、機会があれば挑戦はしてみたいなって思う時もあるんですよね。そんなもの会社勤めしてると、家族でご飯食べてきたとか旅行行ってきたって聞くと、そういう生活もいいなって思ってしまう自分もいて、まあでもこの事件をどこかで区切りを迎えないといざ行動に移すってことはできないだろうなっていう、だから現段階ではそうですね、独身で余生を終えようとは思ってます。完全にゼロってわけではないって感じですかね。まあ機会、まあ、相手がいて、どうかなって。私も近しいものはあるっていうか、一回結婚して離婚してるんですけど、はい、子供が生まれて、まあ、離婚だったんですけど、はい、元嫁の親族の方から、子供を産むか下ろすかっていう話が出た時に、はい、お腹にいる子は、大川優子の孫だぞと。産んだって幸せになれないだろう。全員不幸になるぞと。殺しなさいっていうことを言う人がいて、言い方ですけども、言っちゃえば犯罪者の孫みたいな扱い。はい、考える人があちらの、ね、親族にいらっしゃったんで、それは他宗教の、あ、いや宗教は関係なく、単純に大川隆法っていう危険人物の血を後世に残していいのかっていう、はい、自分の家族に大川隆法の血が入るっていうのはそれは嫌だよねっていうやっぱ意見があって、下ろしなさいっていう人がやっぱりいたりして、はい、まあ、結局まあ産んで育てるっていう、まあ、判断にはなったんですけども、はい、だからちょっと近しい問題というか、相手方の親御さんとか、まあ、婚約破棄になれたとか、はい、多分そういうあれもあったと思いますよね、きっと。でそういうのってこう田舎特有なのかなとか、閉鎖感というか、田舎に行けば行くほど近所付き合いとかがあったり、そういうことになるのかなって思ったりもしたんですけど、まあ、そうですね、まあ、多少やっぱ大阪とか東京とかだと、はい、まあ、そこまで近所付き合いとかもないですし、はい、ちょっと違うのかなっていう気もしますし、あとはこれだけ表に出られてると思うので、はい、全てを知った上で受け入れてくださる方とかがいらっしゃったらそれはいいんじゃないかなと思います。幸福の科学は合同結婚式ないですか？合同結婚式はないですけど、信託結婚あります。そういう場合って素性はどうなんですか？身辺調査みたいなのは、まあ、されますね。されるんですか、はい、アウトですか？いや、信者さんになれば大丈夫なんじゃないですかね。マッチングしてもらえる、マッチングしてもらえるとですね、私は主エルカンタリを信じますって言えば、はい、選択肢も一つとして検討させていただきます。確かに幸福の科学の信者さんも同じ信仰を持っている人じゃないと結婚しづらいとかあるので、もし信者さんになれればそういう話もあるんですか？幸
国のパイロットは海外はでもあるんですか？あります、あります。韓国とか密接に関係してるとかではないですか？ではないですね。韓国はもうほぼほぼいないですね。一応支部だけあるんですけど、東南アジアとか結構多いみたいですけどね。ヒロさんもやっぱりそういったご苦労されてたんですね。いや、そうです。やっぱ1回目の結婚の時はそういった理由もあって反対多かったんで、僕の場合は本当に身寄りがないので、親とも絶縁してるし、兄弟とも絶縁して、もちろん元嫁の家庭とも絶縁してるので。あ、そうですか。そう、本当に身寄りがないので、はい、再婚するかっていう聞かれた時は、まあ、どっかではやっぱり機会がある、まあ、そうですね。本当にだから身内が誰もいない状態なので、何かあった時とかに、自分が病気して倒れた時とかにサポートしてくれる人はいたら嬉しいかなって。そう、アピールポイントとしては、はい、シュートメがいない。なるほど。と介護じゃない。今の段階では。あ、なるほど、なるほどですね。確かにシュートメ問題結構大きいですよね。っていうぐらいしかアピールポイントないです。確かにそうですね。視聴者の皆様、ぜひぜひ。でも、トークイベントとかでも結構ファンの方とか来られてますもんね。そうですね。なんかちらほら、当たってくださいっていうふうに握手してもらったり、ね、あ、そういう中からね、人がいれば、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。あと、そうですね、これは僕の意見みたいな感じになってしまうんですけど、はい、死刑制度の是非みたいなところ、はい、これは日本の司法のあり方っていうところに切り込む話になってしまうかもしれないですけど、はい、ジョイユさんとのトークイベントの時にジョイユさんが言ったことをすごい覚えてて、はい、朝原翔子が死刑になってよかったですかっていう質問が会場かなんかからあって、はい、ジョイユさんはそれ良かったと思いますって言ったんですよね。なんでかって言って、再犯防止につながるからって効果があるからって話があって、やっぱりそれってこの人を生かしておいたら模倣犯が出るとか、はい、朝原翔子の場合だったらその元信者さんが生きてる間は似たような行動をね、サリン事件みたいなことをやる可能性があるっていう、扇動する可能性があるっていう場合は死刑っていうのも必要なのかなって思うんですけど、お母様のケースだとそれはないと思うんですよね。あの模倣犯が現れるとかとか、野放しにしたら国にとって良くないことが起こるとか、はい、そういう政治的な問題はないとは思います。オウムの件に関しても、娘さんたちのね活動もあったりして、いろいろな角度から見たときに何が正しいのかちょっと混乱してしまうというか、被害者の感情だとか人間の在り方とか、海外から見た時にとか、死刑制度もいろんなことを考えていくと、答えが出ないのが答えでいいんじゃないかとっていう結論で今止まってますね。無理やり死刑をもし執行したとして、それって何の意味があるのかなって考えると、それにそんな意味はないんじゃないのかなって。そうですね。ただ母親の場合動機が未開というまま今に至っているので、もし今母親が執行された時に遺族の方々は執行されてよかった、気持ちが楽になったっていうふうになるのかなとか、もし執行されても憎いという気持ちが残り続けるのであれば、執行って正しいのかなとかって深く考えちゃったりはします。そういう意味でも、ジョイさんだとか、ヒロさんの宗教学的な観点から、人の死ってどう捉えてるんですか、宗教的な。難しい問題にはなると思うんです。まあ、そうですね。やっぱり、生かしておくと、さらに悪いことが起きるっていう場合は、死刑はしょうがないのかなって、僕は個人で言うんですけど、はい、思うんで。だから本当に冗談じゃなく、流行とか死刑になった方がいいと思ってるんで、野放しにしてたらやっぱり被害者が増え続けるんで、はい、その高額献金とかの。だから、流行みたいな人間は僕は死刑になった方がいいと思ってるんですけど、お母さんの場合は別にそうじゃないっていうか、正直、終身刑になっちゃうとかはしょうがない。はいはい、解明されてないまま。ただ解明されてないまま、殺しちゃうっていうのは、それは、ちょっとねっていう、それをやっちゃうと、もしその理由が検察のプライドのためにっていう話だったら、はいはい、それだったら他の未解決事件とかも全部それでいいのかっていう話になっちゃうと思うんで、そこを断行する意味っていうのはそんなないんじゃないのかなっていう。そうですね。いずれ何らかの形で、そうですね、まあ、母親の再審が開始されるか、刑の執行がされるか、寿命で中で亡くなってしまうかっていう、この3つのうちどれかが来るとは思うんですよ。その時またメディアが加熱したりもするのかなって想像しながら、結婚とかその時にしてると迷惑かけちゃうなってなっちゃいますね。なるほどですね。揉みたくないというか、はい、巻き込んじゃう可能性も出てくるかもわからないです。なるほどですね。なんか活動をやっていく上でこれが必要とか、はい、こういうのがあったら力になるよとか、なんかそういうのとかってありますか、活動をやっていく上で。やっぱり声をね、ヒロさんがたまにかけてくれるじゃないですか、このトークイベント一緒にやってみませんかとか、こういったトークイベント終わりでも頑張ってとか、そういう言葉だけでもかなり励みにはなってますね。今まではそういう一
人と誰かの事情を明かした上で喋るなんて絶対言えなかったことなんて、うん、なんか新しい新鮮な気持ちで、うん、YouTube だったり、うん、コメントがついて、そういうの見てるだけでも新鮮で励みになってます。なんか活動を支援するうまい仕組み作りっていうか、本当に時間も労力も根気もいいと思いますし、はい、続けるのが本当に大変だと思うので、何かしら、ね、24年って長い時間で、支援者の会っていうのもあるんですけども、はい、やっぱり24年経つわけで、やっぱり中の人たちも高齢化になって、割とネットを駆使する人たちっていうのがあまりいなくて、なかなか署名活動をネットで行うってなっても、ちょっと難しい。ああ、その世代の人たちじゃない人たちはもう分からないっていう感じだから、そういうところも少しずつ考えていければなと思います。活動を続けるのが一番難しいと思うので、ご支援できることがあれば、はい、もうやらせていただければと思います。はい、ということで今日はですね、和歌山カレー事件の林真澄死刑囚のご長男さん、林さんと対談ということでございました。はい、こちらのですね、ご著書もう逃げないですね、はい、はい、こちらのご著書もね、発売中でございますので、はい、概要欄貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。お父様とかお母様とかの私のことを言及させて、ね、動画で出ていること以外のかなり詳しい情報も載ってるんで、はい、はい、ぜひ読んでみてください。お願いします、はい、ありがとうございます。あ、トマホークさんの動画も同じくらいに出てると思いますので、はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。